砲、巨人大物 OB、ブチギレ、試合中に水飲むな、3時間我慢しろ。最近のゲームを見ていると大量得点の乱打戦が散見される。水分の取りすぎで集中力を欠いているのが原因だ。ベンチでペットボトルを飲むのが当たり前。控えの選手まで飲んでいる。なっていない。野球はサッカーやラグビーのように動きっぱなしの競技ではない。間がある。それなのに2時間半か3時間、我慢もできないような選手はやめた方がいい。我々の時代は、どうしても水分が欲しい時には、水道水の蛇口をひねって後頭部の上からかけて、流れてくる雫を舐めてごまかしたものだ。試合前のウォーミングアップは何のためにやるのか。水分を出し切って、試合に向かって集中力を高めるためだ。それが、試合中にガブガブ飲んでいたら、ウォーミングアップの意味がない。あいつやろう思ったらあいつやった。老害オブ老害。老害ゲーゼ。巨人大物 OB イコール疲労化になってるよな。もう疲労化と分かってて開くような疲労化を欲した疲労化アンチしか釣れん。老害ゲーにしても狙いすぎやろ。疲労化と思わせたネタと見せかけて、ほんまにソースがあるのが草も生えない。本当にこのじいさんが発言してんのか？普通のコメントすると飽きられて仕事もらえなくなるからね。記者、疲労化さん、いつもの感じでお願いしますね、疲労化、はぁ、あ。